お疲れ様です FX にご関心をお寄せの皆様 FX オリアル人速化塾限定動画をご覧になっていると思います、えー、今回の動画はですね10月の9日から10月の13日までまあ、いわゆる41週目についてどんな形になるのかこの材料を抑えながらね見ていこうかと思います、えー、まずね月曜日なんですけどもこれはちょっと金曜日ですけどもね え月曜日なんですけども、えっと、アメリカと日本が休場ってなってるでしょこれ。だから、あの、月曜日は休んでください。あの、寝動きはあると思いますけども、やらなくていいです。えー土、土日月と3連休ということでね、ちょっと体制を立て直して、えー、あと残りの3ヶ月を乗り切るために意識を高めていただきたいと思います。必要な方は復習をされておいてくださいね。 え、やっぱりこう、自分のやったことを振り返って何が正しかったのか何が間違っていたのかってことを常に常にやり直すことによって足場は固まっていきますので。え、ほっといてね、なんとなく FX の経験者っていうだけでは力はつきませんからね、えー。それが FX オリガルヒの1年に差ができてると思いますし、FX オリガルヒに参加されてる方はやっぱりこう、すごく力がついて儲かるようにはなってます。皆さんね。でも、 速歌限定動画だけだと何となく FX のことはつかめるんだけども自分でやらないといけないことが多いでしょで私の方に Q&A 寄せてくださる方はまだいいんですけどもねほとんどの方っていうのは見てなんとなくぼんやりしていて気がついたら1年2年経っていたみたいなことだと思うんですよ <laughs> やっぱりねこう勉強して下手になることはないですし 指導者がついて、負ける可能性が高くなることはないと思いますんで、あやっぱりね、その辺、あの、考えながらね、まだご決断いただいてない方は、 あ、fx オリガルヒのまあ、参加していただければと思います。来年は70万になりますからね。あのここまで強いコンテンツになると価格は上がってきますんでで、実績者もどん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 増えていってますんでえー、最初はね298、29万8 000円でね。買っていただいたんですけどもすでに倍以上の価格になって、現在はまだあの58万という価格での発表はないですから、498、000で提供できるということになりますし。しまご相談いただければね。特典の方も考慮いたしますので、よろしくお願いします。えーそれ そして火曜日なんですけども、相場が動き始めて、火曜日は材料がね、ほらほとんどありません。あの、国際収集もありますけども、多分それはね、大きくは動かないと思うんですよ。ですんで、火曜日はテクニカルをじっくりと始めていっていただければいいかなと。ただし、3連休の後の火曜日なんで、実質的にはここがですね、頭になります、週の。ですんで、午前中はたっぷりと、お時間をかけて、相場の方を見てください。仕掛けるとしても午後からです。ですんでね、 えー、41週目ってのはあっという間に終わっちゃいますからねただ41週目材料が少ないですからテクニカル的にはものすごく、えー、やりやすいと思いますただね150円とか151円を超えてしまうとまた介入がこっそり入る可能性がありますからそこはねまたねトリガーでもかけといてくださいもう大丈夫でしょ FX オリエール費の皆様トリガーかければどうなるかってことが分かるでしょ うん、あんまり教えたくはないんですけどもねあのテクニカルをねまずはね <laughs> 習得していただきたいんでトリガーに頼るようになってやっぱりテクニカルおろそかになるのは必ずありますんで。 はい、で水曜日ですけども材料ほとんどありませんやっぱりテクニカルですね、まあ、こういう水曜日っていうのは取りやすいわけですよただし、えー、深夜にはアメリカで材料がかなり入るのと FOMC のこれがありますんでねまだなんか単なるね雑談会かもしれませんけども27時は警戒しておきましょうこれはもう深夜3時木曜日ってことになりますねちなみに10月11日は私が51歳になる誕生日でございますありがとうございます <laughs> はいそして、えー、と木曜日になりますけども木曜日も機械受注入りますが多分ね金利が上がるっていうニュースもないですから機械受注は順調に起きるんではないかなと思います、まあ、そうなると日本の景気もちょっと良くなるんで部分的にはね円高の方向にはなると思いますけどもドル円のチャートを左右するまでにはならないというふうに考えます さあイギリスの GDP がありますけどもこれは二次的に影響を及ぼすと思いますけどもいつも申し上げている通りここまで見ていくともうテクニカルどころではなくなりますんでえっ、ー、ともしかしたらねこういったところであの急激な為替の 動きを見ることになるかもしれませんけども、割り切って、ユーロだろうがイギリスだろうが、あ通常は余裕のない人ばかりだと思いますので、ね、こう言ったら変ですけども。私たちの FX 折り合い費では気にしないでいきましょう。とにかくアメリカと日本の材料だけで私たちは手一杯ですからね。で、21時半なんですけども、CPI があります。これは大きく揺れますよ、21時半は。 ね、これは要警戒です。ですんで、木曜日のこの時間まで、木曜日の夜ね、7時から8時まではしっかりとテクニカルでやっていって、それで金曜日ですよね。CPI の後で揺れて金曜日になりますんで、金曜日はもしかしたら見てるだけってことになるかもしれません。そうなるとね、もう賞味、カー水目しか使えないんですよ。で、火曜日は午前中様子を見るために使いますから、ほら、チャンスって少ないでしょ。うん。だから、そんな41周目になりますので、 あの、ただし、素直なテクニカルでいけますんでね。うん。休みの取れる方は、ちょっとこのね、4 0周目は、1日どっかで大きく利益を取っていただきたいと思います。しっかりと解説はさせていただきますんで。はい。で、これで終わりですかね。はい。じゃあ、こんなところでございます。一旦、材料の方の考察は以上です。